どうしたんだレオナ、ため息なんてついて。あ、キリト、聞かれちゃった。何かあったのか。うん、あれから私望郷の丘で歌ってたら、高台の麓で偶然私の歌を聞いた人がすごく褒めてくれたんだ。それでもっと歌ってくれって言われて嬉しかったんだけど、スカーレットの歌詞をまだ全部思い出してないから断るしかなくって。そんなことがあったのか。なかなか記憶を取り戻すのは大変そうだよな。うん、この街で私が旋律を口ずさんでるのを聞いた人も、もっとたくさん聞きたいって言ってくれたのに、なんだかすごく歯がゆい。なんかいい策はないかな。私もライブをやってみたいって思ってはいるんだけど。あ、レオナのライブ？あ、それはいいな。え、急にどうしたの？ライブを開催しようぜ。俺もレオナのマネージャー兼スタッフ兼ライブの設営係として手伝うからさ。そんな、キリとそういうのやったことあるの？それに私は歌詞をまだ全部思い出してないんだよ。まあやったことないけど、それはレオナにいろいろ聞いて勝手を覚えてたな。必ず俺がライブのセッティングをきちんとやってみせる。それまでにレオナはスカーレットの歌詞を思い出す。お互いにそう約束して、ライブ開催の日までそれを目指していけばどうにかなるんじゃないか。夢は目に見える目標を立てれば実現しやすくなるってよく言うだろ。そうかもしれないけど。やってみようぜレオナ。俺も君の歌をたくさんの人に聞いてもらいたいって思ってるからさ。本当？ああ、きっとレオナの歌で感動したり元気になったりする人がたくさんいると思うんだ。だから俺はみんなの前で君に歌ってほしい。あ、ダメかな。キリト、分かった。私ライブをやるよ。キリトがライブのセッティングを頑張ってくれるんだから、私も約束を守ってそれまでに歌詞を全部思い出してみせる。よし、それじゃあ決まりだな。レオナのライブ開催計画を立てるぞ。まずはじめにライブ、あ、じゃなくてこの世界だと演奏会か。それをやるには人に来てもらうための宣伝が必要だよな。その前に会場を抑えるとかいろいろあるけど。会場はいつも歌ってる望郷の丘でいいんじゃないか。この世界は場所代とかはいらないみたいだからな。でもあの場所は普通の人だとちょっと行くのが大変だと思う。高台まで登らなきゃいけないし。ああ、確かに。ああ、それならロッキスの岩場の麗華の花園あたりはどうだ。あの場所は貴族の資料地じゃないらしいし、使っても怒られないはずだぜ。本当？明暗だねキリト、ありがとう。あの辺なら人も来やすそうだし、花が咲いていて綺麗だしな。うん、ならこれで会場は決まったから、やっぱりまずは宣伝かな。あ、それじゃあレオナがいつも宣伝のためにやってたことをこの世界でもやってみようと思うんだけど、どんな方法があったか教えてくれないか。そうだね、お店にライブのフライヤーを貼ってもらうとかかな。フライヤー、ポスターみたいなやつのことか。でもこの世界の紙はそこまで耐久値が高くないし、用紙は用紙で雨に濡れると読みにくいし、だったら紙にこだわる必要はないな。別の素材で作るか。別の素材？ああ、鉱石を使うんだ。
それを彫刻みたいに加工してライブの宣伝を書いたフライヤーにする。それなら優先度も高いし雨にも濡れないからいいと思うぜ。いいね。それでどんな鉱石を使うの？紅玉石だ。スカーレットには深紅の花って歌詞があるし、はっきりした色だから一目も引くかと思ってさ。どうかな？なるほど、素敵だね。わかった。じゃあ紅玉石を探してくれ。ありがとうキリト、待ってるね。素材を持ってきてくれたら一緒に作ろう。よし、これをレオナに届けに行って宣伝用のフライヤーを作ろう。レオナ、紅玉石を取ってきたぞ。ありがとうキリト。それじゃあ一緒にフライヤーを作ってもらってもいい？やろうぜ。キリトにレオナ、何をやっているんだ？おう、レオナのライブ、いや、演奏会を開くから宣伝のためのフライヤー、じゃなくて看板を作ろうとしてるんだよ。ほう、そうか。メディナもやりたいのか？いや、別にそういうわけではないぞ。メディナも忙しいし、巻き込んじゃ悪いよね。全然悪くない。私でよければ手伝う。なんでレオナ相手だと一気に素直になるんだよ。当たり前だ。レオナの演奏会はとても楽しみだからな。そう、じゃあお願いしようかな。よし、それじゃあみんなで作ろうぜ。完成だな。メディナ、猫の柄彫ってくれてありがとう。うむ、これは前に一緒に見に行ったゴットロの店の裏を住処にしている白猫だぞ。ああ、あいつか。確かに結構似てるな、額の感じとかヒゲとか。どうしたんだレオナ。なんだかこういうのぼんやりと覚えてる記憶なんだけど、私が駆け出しの歌うたいだった頃はこんな風にみんなと協力しながらいろんなものを作ったりしたんだ。今も同じだけど、あの時は特に一人でも多くのお客さんに私の歌を届けたい、そんな気持ちで作ってた。へえ、レオナは本当に歌が好きなんだな。そう、ずっとずっとこの命が燃え尽きるまで歌い続けたいって思ってる。あ、今浮かんできた、私が忘れてしまった言葉。本当か？よかったら聞かせてくれ。うん。たぎらせてスカーレット、擦り切れてしまうくらい生きて、熱を灯すだけ、ああ影楼のように揺れる命でも鮮やかに焼き付くほど、ただ燃やしていけ。やったなレオナ、素晴らしかったぞ。そう言ってもらえると嬉しいな。本当にいい歌だ。それに何よりレオナの心を感じたよ。心っていうか、
魂かな。この調子ならあと少しで全部思い出せるんじゃないか。そうだね。ああ、私はレオナの演奏会を成功させられるようこのフライヤーを置けそうな場所を探してくる。メディナも乗り気だな。うん。どうしたレオナ、何か気になるのか。ねえキリト、今から言うことメディナには秘密にしてくれるかな。いいけど、どうしたんだ。ずっと隠してたけど、私はもう一つの世界のことを少しだけ覚えてる。そうなのか。うん。そして歌詞を思い出すたびに、曖昧な記憶はどんどんはっきりしたものになっていく。だからメディナやキリトと関わってスカーレットの歌詞を少しずつ思い出したことで、私の記憶もゆっくり戻っていって、どうしてか怖い夢を見たり胸騒ぎがすることが多くなって。胸騒ぎか。記憶が戻るのはいいことだけど、怖いっていうのはなぜなのかわからないし、不安だよな。私にはなんとなくわかる。それはきっと忘れてしまったお歌スカーレットが、異なる世界とこの世界をつないで私がここに来たからなんだ。聞かしを思い出した時も、私は少し悲しい未来を見た。これが初めてじゃない。今までも何度か思い出すたびに、その未来がバラバラのピースみたいに断片的に見えたんだ。私はきっとスカーレットに描かれた物語の結末を知りたくない。だからかな、少し怖いんだ。歌詞のすべてを思い出すことが。そっか。でもきっと大丈夫だよ。夢に見たようなことは起こらない。だって俺がメディナもみんなも守るから。あ、そう思ってる。キリトらしいね。レオナ、君は一体何者なんだ。キリトは私を何だと思う。そうだな、俺が来た外の世界とはまた違う世界から来た人、そう感じたかな。さすがキリトだね。どこから来たかは教えてくれないのか。それは答えを知らない方がいいこともあるんじゃないかな。協力してくれてありがとう。私お歌の練習頑張るね。あ、応援してる。